こんにちは。今日は、4月の14ですね。4日、はい。今日はですね、今に行かせ、パソコンシリーズの方ですけど、今日はあの四国の方の、松原家をお邪魔してます。それあったんじゃないんだけど。じゃあここでですね、今日ご紹介するのが、これですね。ケントこちら。オリンパスの SP-720UZ ですね。こちらの使用方法を簡単に、説明したいと思います。じゃあ、すみません、ケントさん、こちらの方ちょっとこう、パーツをちょっと移していただけますかね。一応、入っているものがこれで全部ですね。で、こちらが説明書の全部と。どうですかね、入りましたかね。こんなところでこう、このパーツ、ここで簡単に説明していきますね。はい、こちらはですね、ドライバーです。ドライバーといっても工具ではなくて、これをパソコンにインストールすることによって、おそらく画像の加工ですね。切ったり貼ったり伸ばしたり、そんなようなことをするのに使います。ですね。これケース。説明書ですね。まあ、説明書は私はあんまり見ないんで。で、これも置いといて。で、これメモリー。カシオの、これ8ギガですね。相当です、ありますね。動画ですとかなり1時間ぐらい入るかもしれないですね。SD カード。で、あとこれが、これ USB ですね。で、こちらカメラの方に行く方ですね。これオリンパスがいつも使っている形状ですね。で、こちらの方を、こちらに続く、やり方としては、ここに、いいですか？見つかせよ。はいはい。こう入りますね。で、あとパソコンの方に行くんです、これ。で、さっき充電しましたけど、充電ここに、オレンジ色でしたね。オレンジ色がランプが灯っていると充電中。こういうふうに切れた段階で充電満タンということになります。で、充電が終われば外すと。で、あとこちらが、もうすでに入った状態です、これ。これですね。これで充電がさっき終わりましたよってことですね。充電が終わるとこういうふうにこちらに入れていただいて、閉めていただいたらカチッとフックが上がって、ここに、そして、これですね。この8ギガの SD カードが入ります。これは、まあ、最初から入ってたタイプなんですけど、ちょっとこう開いていただけますか。はい。で、その間にちょっと説明しますね。これ、こちら何するのってことになりますよね。これはですね、今他にもケーブルあるんですけど、とりあえずこのカメラに最初からついているのはこれも同じくここに来まして、これがで、これテレビの方の、こちらが、音声、こちらが画像です。こういうふうに来ます。これテレビの裏、どんなテレビでもこの端子はついてます。今は他にも端子あるんですよ。HDMA とか。ただまあ、昔からあるタイプですね、これは。今はもう音声と画像が一緒に送れる、ね、一体型になっている、これよりちょっと平べったい感じの HDM っていうのがついてます。でも、それは付属されていませんでしたね。はい。そしたらこれは、こうですね。はい。ちょっと入れていただいて。よいしょ。こっち向きでいいかな。多分。で、ですね。ちょっと持っていただいて、これは多分フラッシュですね。あと、うん、これをまず押すと、ポチッと音がしまして、これが日本ですか？日本語。はい。じゃあ日本語でいきましょうか。はい。ボタンを押すと次に進んで、多分最初初期化になってますね。何でも買った時は最初初期化さ、あれ初期化はするんでしょうかって書いてます。いや、買ってさ、一番最初使う時、メモリスティックの初期化をした方がいいと思います。で、 OK ですね。多分ところで OK をします。あ、中国語、日本語で日付ですか。はい、日付は、あ、ちょっと、月2、ちょっと時間の関係上飛ばします。
でこんな感じです。ここはまあまあいいカメラですよ。うん、ここで多分操作がですね。あ、綺麗にあるね、うん、かなり。はいはい、これ今あの1440万画素。あ、なるほど。うん、チューリップがついてるってことはいわゆる接写型になってるんですね。うん、接写型とは？いわゆる近くの顔をこんな感じで。はいはいはい。うん、こんな感じですね。うん、あとはまあこれで撮った画像を、例えばあの YouTube で上げる等の操作を、次のブロックで。はい、じゃあちょっと結構こちらの方がちょっと